ございます。ありがとうございます。ハレルヤ。アメン。今日は雨が止みましたので、出かけれます。それでは行きましょう。はい、スタートします。アメン。そうですね。若干曇ってますね。若干曇ってます。今日も、花を見てください。この花が大きいですね。なんていう花かちょっと忘れました。これはマーガレット。そして最近咲き始めた。はい。あ、止まっちゃってますか。あ、大丈夫。はい。動いてますね。はい。それでは、空はどんより。あ、あっちはちょっと青空ですね。あっちはちょっと青空。それでは、出かけたいと思います。サスケさん、おはようございます。今日は十分な授業準備ができていると信じます。ボアゲンさん、おはようございます。今日はちょっと寒いですが、なんか爽やかな、ちょっと爽やかな感じです。バットボーン。はい、それではですね、何を話したらいいでしょうか。昨日ですね、マイナンバー来ましたね。マイナンバー来ました。これは花水着ですね。あ、皆さん、綺麗なものをお見せしましょう。あれですね、花のゲート。花のゲート。花のゲート。あれ、花でできてるんですけど、ちょっと怒られちゃうかな。ちょっと、この花でできてるの？いや、本物ですね、これ。これ本物の花でできてますね。綺麗ですね。花のゲート。ねえ。これ、花のゲートですよ。皆さん、綺麗ですね。もう、たくさん咲いてます。花のゲート。綺麗ですね。本物の花でした。びっくりしましたね。はい。天国の入り口、そうですね。天国の入り口、花のゲート。ね。天国の入り口、花のゲート。そんな感じですね。
そのものもイエス様が作ったんですか？そうですよ。すべての万物は、ね、この方によってできたのですね。万物はこの方によってできました。この方に揺らずものは何一つもない。この方に揺らずできたものは何もないと書いてあります、ね。万物は神様によってできたんです。万物は、万物は神様によってできたんですね。ですから皆さんも、皆さんも神によって作られたんですね。神様によって作られました。キューちゃんと面識ないんですが、クリスマス礼拝行ってもいいですか？もちろんいいですよ。どうぞ来てください。どうぞ来てください。いいですよ。すべてのお花や、この世にあるもの、イエス様感謝します。アメン。すべてのお花や、この世にあるものに、イエス様感謝します。アメン。お金かかりますか？かかりません。かかりません。大丈夫です。この放送を見始めて1年ですが、何も変わりません。信じましたでしょうか？信仰によって変わるのです。信じることによって変わるのです。拒絶したら、拒絶したら変わりません。受け入れるのです。信じるのです。信じるのです。イエス様の言葉を受け入れるんです。ぜひ皆さん、そういうですね、この、変わるためにはイエス様を信じる必要があるんだよということですね。ブドウジュースを飲むのはイエス様の血を表します。イエス様の血を表します。イエス様の肉を食べ、血を飲みます。それが信仰的なとても大事な意味なんですね。信仰的な 大事な意味です。そうですね。今日はどっち行きましょうか。今日は駅前に行くか、野原に行くか。野原に行きましょうか。野原に行きましょう。もう今2カ所ぐらいしか行くとこがありません。カリスマ派と聖霊派とは別物ですか？聖霊派の中に、聖霊派の中にカリスマ派とペンテコステ派。カリスマ派とペンテコステ派を、おはようございます。合わせてですね。合わせて、その、聖霊派と言います。カリスマ派とペンテコステ派を合わせて、聖霊派と言いますが、英語ではその区別があるかないか、英語ではですね、まあ、ちょっとその区別が、あまりないような感じです。ゆっくり下がってください。そうですね。この坂、ゆっくりしか上がれません。ゆっくりしか上がれません。カリスマティッククリスチャニティ、カリスマティックチャーチとかね、カリスマティッククリスチャンとか、
スピリットフィールドチャージ。スピリットフィールドっていう言葉もありますね。スピリットフィールド。まあ、精霊に満たされてという。アニメのフィギュアに関心がなくなりました。アメリカにはですね、スピリットフィールドバイブルという聖書があるんだそうです。スピリットフィールドバイブル。ちょっと私持ってないんですが、そういうカリスマ派の聖書がアメリカにはあるらしいですね。この坂は人生だと思って登り切ってください。はい、登り切りますよ。前世紀は走って登った？え？走って登ったことはないんじゃないかと思うんです。綺麗な花がありましたね。これは何でしょうね。綺麗ですよね。何の花かわかりますか？おとといはですね、一応、誕生日、祝いをしまして、私の家族はですね、大人数なんですね。ちょっとあまり細かくはお見せできないんですけど、こういうふうにですね、顔がちょっとわかんないかもしれませんけど、この大人数で誕生日祝いをしました。はい。全部で15人。全部で15人ですね。はい。だいぶ登りましたよ。今日はちょっと空気が爽やかでいいですね。ちょっと座りましょうか。ちょっと濡れてる。ちょっと濡れてるので座りにくいんですが。太陽がですね、もうちょっとで、出ますが。はい。太陽がもうちょっとで出ますね。はい。はい。何か、今日のメッセージはですね。今日のメッセージ。そうですね。今日のメッセージ。あなたがいることで町田が清められていると感じます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、昨日もちょっと話しましたけど、皆さんは、こう、イエス様と共に歩んでるんですね。イエス様と共に歩んでる。だから、皆さんが歩くとこが清くなるんですね。皆さんが歩くとこ、ね。まあちょっと足を見せますけど。足見えてない。うん、足が見えてない。すいません、ちょっと足が見えてないね。皆さんが歩くところが清くされます。そして、イエス様はアブラハム、神様はアブラハムに言いました。
あなたが歩くところがあなたのものになる。ね。あなたが歩くところがあなたのものになる。私たちは、この歩いて、ね。歩くことによって、その、自分の、ある意味では、神の国と言ったらいいでしょうか。神の国を、この、広げることができる。ね。神の国を広げることができます。イエス様と共に歩んでいるキューちゃんと歩んでいる。アメン。アメン。そうです。イエス様と共に歩む。ね。はい、登りましたよ。登りました。登りました。私たちが歩くと街中がクリーンになりますね。はい、皆さん、私たちは地の塩であり、世の光なんです。今日からまた社畜です。イエス様のために働きなさい。働きましょう。思い切って、イエス様のために働きましょう。この世の重荷を脱ぎ捨てるのです。ね。この世の重荷を脱ぎ捨てて、信仰できるんです。信仰できるんです。イエス様は救い主です。私たちを、生活苦から解放してくれます。私たちを生活苦から解放してくれます。ニートになってこれからは主と共に生きたいと思います。アメン。アメン。キリストはなぜ異教徒、無神論者を、無神教者を救わないのか。いや、救いたいですよ。救いたいです。しかし、イエス様はですね、私を信じればね、救いますよと言ってるわけです。ですから、いいですという人を救うことはできません。イエス様は紳士です。イエス様は紳士ですから、信じます、救ってくださいという人を救います。しかし、いいですという人は救いません。だから、イエス様が異教徒を救わないのではないんです。いいですか？イエス様は異教徒を救わないのではなく、異教徒も、救ってくださいと言えば、救ってくださいと言えば救うのです。ですから、そこのとこが、ね、救ってくださいという異教徒を救わないのではないということですね。イエス様は紳士です。救ってくださいという、言うならば、誰でも救われるんですね。誰でも救われます。その教えにおいては排他的です。教えにおいては世界のどの宗教も認めません。世界のどの神も認めません。神様は一人だからですね。だから教えにおいては排他的です。しかし人間に関しては全ての人のために十字架で死んだんですね。全ての人をね、歓迎している。全ての人を招いているんです。そういう意味では、一番排他的じゃないんです。ね。一番排他的ではありません。イエス様は大歓迎です。イエス様は、その救われたい人を大歓迎です。ですから、ぜひ皆さん、その、真理を理解して、真理を理解して、そうか。イエス様は、私のことを愛しているんだ。私のことを愛しているんだ。救ってくれるんだ。イエス様は自分を救ってくれるんだということ。それを信じるんです。
イエス様が万能の神なら人は皆無条件で救われるべきだと思います。そこがですね、違う、そこは違います。無条件で救うというならもう人間を、ね、ロボットにしているんです。無条件ならばその人間には自由意志、私たちはですね、実は無条件で税金取られたり、無条件でマイナンバーにされたり、無条件で契約されたら嫌でしょ、皆さん。ね、無条件、自分の意思を確かめないで、契約したら嫌じゃないですか。例えば、健康保険がですね、国民皆保険といって、無条件で保険に入んなきゃいけない。ね。無条件で保険に入んなきゃいけないでしょ。だけど、その、健康保険の3割も払えない人もいるんですよ。貧しくてね。健康保険って3割じゃないですか。その3割払えないから、健康保険入っても意味がない人がいるわけです。そういう意味ではね、その健康保険も選択制の方がいいわけですね。健康保険も選択制で入ることもできるし、入らないこともできる。それが本当の、民主主義ではないでしょうか。無理やり保険に契約させる。無理やり税金を取る。無理やり契約、無理やりですね、何か決めさせられる。それは民主主義じゃないですね。民主主義じゃない。だから私たちは、自由意志を尊重してほしい。基本的人権ですよね。基本的人権。だから皆さん、ね。例えば年金だって、あれは強制じゃないですか、強制。ね。年金に入ってもいいし、入んなくてもいい。そういう選択制にした方が、もっともっといろんな対処ができるんじゃないでしょうか。やっぱり、民主主義ということは、ね、自由意志を尊重するということですね。自由意志を尊重する。ですからね、救うこと、ね、救うことも神様は自由意志を尊重して、ね、あなたは救われたいですか？救われたい人は救うのです。しかし、救われたくない人は救わないんです。ね、いいです、いいですっていう人を救うっておかしいでしょ。本当だったらですね、救ってくださいって言うべきですね。言うべきですけど、何かの理由で騙されて、信じない人は救われないんです。だから、私たちは説得するんですね。説得して、ね、信じて救われましょう。信じて、ね、天国行きましょう。信じて天国行きましょうと、そのように思うんです。参院選どこに投票したらいいか。私はですね、今の時点では民主党がいいと思うんですね。今の時点で民主党。まあ、教会がですね、そういう政治に、そういうことあまり言っちゃいけないのかもしれません。ちょっと失礼。まあ、民主党の中でもね、靖国参拝する議員がいるかもしれません。でも、基本的にはですね、自民党が靖国参拝していますね。自民党が靖国参拝しています。私は、靖国参拝しない政党、偶像崇拝しない政党をお勧めします。本当はキリスト教のね、政党があれば一番いいんですけど、キリスト教の政党がないですから、しょうがないですから、まだちょっと青空になってませんが、少し霧がかかっております。爽やかな、ね、ち
ちょっとこの、水滴を映しましょう。綺麗な。綺麗な水滴。水滴があります。爽やかな。野原。ね。まあ、草を刈ったばっかりなんですね。草を刈ったばかりで、まあまあ、まあまあ、あれですね。綺麗になっております。爽やかな、ね。まあ、天気じゃないんですけど、ちょっと爽やかな。そういう感じになります。もう一回ちょっと水滴を見てもらいましょうね。水滴、綺麗でしょ、こう。水滴。水滴ですね。はい。で、ちょっとですね。座ります。そういうわけで、基本的人権というのは、その人の自由意志ですね。自由意志を尊重する。そういうわけで、皆さんもですね、いいですか、愛というのはですね、愛というのは、自由意志を尊重します。皆さんも、強制してはいけません。いいですか、皆さん。暴言暴力というのは、暴言暴力というのは強制ですよね。強制。暴言暴力というのは強制。あ、じゃあちょっと皆さん言ってください。暴言暴力は強制。暴言暴力は強制。ね、強制してはいけません。強制してはいけません。暴言暴力は強制です。ね。はい。そう。ボアゲンさん。ね。暴言、暴力は強制。ですから、私たちは、人の自由意志を尊重します。人の自由意志。ね。コーヒーがいいですか？紅茶がいいですか？コーヒーがいいですか？紅茶がいいですか？その人の、自由意志を認める。その人の意思を認める。それが愛ではないでしょうか。愛というのは、愛というのはその人の意思を尊重する。意思を尊重する。それが、愛ですね。それが愛です。友達と一緒に放送を見てます。友達と一緒に放送を見てます。結局政教分離というのはね、政教分離というのは戦争中に強制的に天皇を崇拝させた。強制的に天皇を崇拝させた。それが結局は強制だということです。北朝鮮も強制的に、キム・ジョンを崇拝させています。強制的にキム・ジョンを崇拝させています。イスラム教も強制的に信仰させています。中国の共産党も強制的に、その共産主義を、受け入れさせているんですね。だから、その、強制している国は民主主義ではないということですね。強制している国は民主主義ではない。ですから日本もですね、基本的には民主主義ではないんです。民主主義のような形をしているに過ぎなくて、実際に内部では強制がたくさんあります。皆さん、パワハラとかいじめも強制なんですよ、皆さん。パワハラもいじめも強制です。強制してパワハラをする。ね。嫌がってるにもかかわらず。ね。嫌がってるにもかかわらず、パワハラをする。嫌がってるにもかかわらず、いじめをする。皆さん、
パワハラもいじめも民主主義じゃないんです。民主主義ではありません。つまり、強制なんです。強制。この放送も強制？いいえ。この放送はですね、ポッチンと切ればもう 見なくて済むんですね。プッチンと切ればもう見なくて済むので強制ではありません。この放送も皆さんが見たいと思ってポッチンをしたわけですね。皆さんの自由意志なんです。この放送ポッチンと押したから見てるんであって、これは強制ではありませんね。皆さんの自由意志で見てるんです。もちろん大歓迎です。大歓迎で、その皆さんが見てくださるのを本当に感謝します。そしてそれは強制ではありませんね。皆さんの自由意志で見ています。皆さんの自由意志で見ています。感謝します。はい。まあそういうわけで、皆さんもこれからですね、人に対して強制しないでくださいね。お父さんお母さんに対して強制しないでください。もう DV は強制ですよ。 DV は強制ですね。暴言も強制です。それはダメですよ皆さんね。悪コメも強制ですよ。悪コメも嫌がってるのに悪コメをする。生主が嫌がってるのに悪コメをする、これ強制ですよ。強制だから皆さん、悪コメは、暴言であり強制であり、ね、悪であることを、知ってください。悪コメは強制です。悔い改めてやめましょう。悔い改めて悪コメをやめるのです。そして、生主が喜ぶ信仰コメを打ってください。この放送の生主は私ですが、私が喜ぶ信仰コメを打ってください、ね。そうすればそれは強制ではありません。大歓迎ですね。大歓迎ですね。悪コメは強制ですね。強制です。はい。そういうわけで、私たちは、強制のない生活、強制のない、人間関係を求めなければいけません。この世は強制だらけです。ね。この世は強制だらけです。ですから、ぜひ皆さん、まず私たちの心から、強制する心、つまり罪ですよね。罪というのは強制する心です。その強制する心を、捨てましょう。以前は落ち込んでいた。今は信仰で全て救われた。信仰コメントはイエス様からの油注ぎで、自然にコメントが現れると信じています。あ、自然にコメントに現れる。アメリカもですね、オバマケアという保険制度ができたんですが、そのオバマケアも強制なんだそうですね。だから、そのオバマケアで、やっぱり保険料を払わなきゃいけなくなって、困ってる人もたくさんいるそうです。オバマケアで助かってる人たちもいます。ある程度収入のある人たちは、全然収入のない人たちは助かってるそうですが、ちょっと収入のある人たちは逆に困っているという、やはり、自由意志が損なわれている感じがします。やはりですね、その自由意志が大事だと思いますね。自由意志が大事です。自由意志を尊重する社会、自由意志を尊重する社会、本当の民主主義ね、本当の民主主義が必要ではないでしょうか。本当の民主主義、皆さん、
私たちは神の国を求めています、ね。神の国を求めています。それは本当の民主主義の国です。本当の民主主義の国です。パリのテロ、パリのテロとか、世界中のテロは、あれは強制です。強制です。あれはですね、とんでもない強制です。勝手に人の命を奪う。ね。勝手に人の命を奪う。これは完全なる強制で、とんでもないことです。ですから皆さん、まさに、その、強制の民主主義の一番の反対、ね、民主主義の反対側の、まあ、極端が、ね、極端がテロですね。テロ。テロは民主主義の極端ですね。つまり一番反対ということでしょうか、ね。反対の極端と言ったらいいでしょうか。そういうわけで、皆さん、私も信仰で悪さをやめれた。助かった。私も信仰で悪さをやめれた。助かった。真の信仰、神の御国をみんなで目指そう。アメン。ぜひ皆さん、私たちは、イエス様を信じるならば、神の国に入ります。イエス様を信じるなら、神の国に入ります。そして、その神の国の中で、ね、神の国の中で、その、本当の民主主義の、本当に強制ではなく、自由のある、自由のある、その、生き方、あり方、ね、自由のあるあり方に、その、ならなければなりません。自由ですね。日本の社会は、自由が少ないんですね。日本の社会は自由が少ない。まあ、ある方がですね、ある方が日本の、外国の方、外国の方が日本の会社に、勤務しました。そしたらその人はですね、あまり自由がないので、規制が多すぎるので、びっくりしたそうです。そしてもう辞めることを考えていますね。日本の会社は規制が多い。自由が少ない。自由が少ない。私たちは、その、自由が必要です。自由が必要です。資本主義のいいところはですね、資本主義が全ていいわけじゃないんですけど、資本主義のいいところは、その、まあ、買い物も自由ですね。どれを買ったらいいか自由がある。そして、会社を作るのも自由だし、ね、お金の使い方も自由だし、自由があるというところに繁栄があります。ただ、そこにやっぱり信仰がないと、放蕩してしまいます。その、好き勝手にするというのは、もちろん自由なんですが、ただ、その自由の中に条件が一つだけありますね。一つだけあります。それは、イエス・キリストに聞き従って、イエス・キリストに従って、あとは自由ということですね。イエス・キリストに従うということの中で、すべてのことは自由。すべてのことは自由ということになります。
アダムとエヴァがですね、エデンの園で神様に言われました。どの木から取っても食べてもいいよ。どの木から取っても食べてもいいよ。ただ一個の木だけ、善悪を知る木、ね、ただ一個の木の実だけは食べちゃいけないよ。あとはどんな木でも食べてもいいよ。皆さん、自由だと思いませんか？エデンの園でアダムとエヴァは自由でした。ただ一つのことだけ、つまり善悪を知る木の実から取っては食べてはいけないけど、あとはどの木から食べてもいいのです。皆さん、それが自由です。それが自由です。アダムとエヴァは自由だったにもかかわらず、たった一つだけ守んなければいけない木の実を食べてしまいました。私たちも同じです。私たちも今この地上にあって、たった一つだけ守んなければならないこと、たった一つだけ守んなければならないこと、それはイエス・キリストに聞き従うということですね。イエス・キリストに聞き従うならば、ね、私たちは自由に生きることができるんです。私たちは自由に生きることができます。イエス・キリストの教えの中で自由、イエス・キリストの教えの中で自由なんです。悪魔から自由になります。悪魔から自由になります。罪から自由になります。明石タイム行きましょうね。はい、じゃあ皆さん、明石タイム行きましょう。明石タイム、日本の憲法はアメリカから与えられたので、やっぱり聖書から来てるんですよ皆さん。まあ第一章は違うかもしれません。憲法第一章は違いますけど、基本的人権や信教の自由、言論の自由は聖書から来ています。日本の憲法は、聖書から来ているんです。では明石タイム行きましょう。ちょっとコーヒーを忘れてました。コーヒーを忘れてました。えのくさん、おはようございます。えのくさん、おはようございます。それでは、明石タイム、イエス様を信じて、強制がいけないことが分かった。イエス様を信じて、人の自由意志を尊重するようになった。イエス様を信じて、自由になった。イエス様を、信じて自由になった。証し、スタート、スタート。こっちの俺に救いをくれよ。イエス様を受け入れてください。イエス様を心に歓迎すれば、墓地ではありません。イエス様をすべて委ねると、すべてに自由が与えられます。高慢人生から信仰的で自由なわっしょい人生。イエス様を信じて報われました。こんな世の中でいいのかと叫びました。以前はイライラしていた。信仰で愛を知り救われた。慰安婦の皆さんに謝罪したいです。犬に吠えられました。強制的な悪から自由な愛へ。強制的な悪から自由な愛へ。噛まれる。
噛まれろ。若い者に冷たい社会。イエス様を信じるようになってから毎日笑顔になれました。目に見えない力を感じた。神様はいます。イエス様を信じて今朝も子供と拝見でき、イエス様感謝します。私たちはイエス様の愛があるから自由があると思った。サタンは本当に存在するのですか？本当に存在します。本当に存在します。あのテロを見てください。あのテロはまさにサタンの仕業だと思いませんか？あのテロを見て悪魔を知ってください。あのテロの首謀者は悪魔なんです。あのテロの首謀者は悪魔なんです。シンナー中毒から信仰中毒。シンナー中毒から信仰中毒。クリスチャンになって何度も見えない力を感じた。大丈夫だ。問題ないと思える。エノクさん。イエス様がいれば大丈夫。イエス様がいれば問題ない。イエス様がいれば大丈夫。保険がいらないと言ってるのではありません。貧しくて保険がかえって重荷になってるということですね。保険は必要ですけれど。かえって助けるための保険が重荷になっているということがあるんだということですね。やはり闇の気配を感じます。言葉で説明できない神の力はある。信仰心を持つ。逆に保険で助かってる人もいます。そうなんですよ。だから、選択性がいいと言ってるんですね。助かってる人もいれば困ってる人もいるんだということですね。だからそこに獣医師が必要だということですね。強制がいけないということです。強制すれば困る人が出てくるんだということですね。私は家の人に怒られるが、イエス様がいるから生きられると思った。アメン。イエス様がいるからこそ私たちはこの世の偶像から守られていると思いました。強制年功があると、歴史学の団体が、ね、歴史学の団体が、みんな強制年功があったと声明を出しています。専門家がそう言ってるんですね。歴史専門家が強制年功があったと、表明しています。
信仰で自然が美しいと気づいた。アメン。アメン。アメン。以前は酒で酔っていた。しかし、今信仰に酔っている。今信仰に酔っている。専門家側が言ってるんだから、強制連行は本当にあったんだと思った。アメン。朝鮮の皆さんに謝罪に行きたいです。アメン。キューちゃん、神は自然災害から救ってくれません。私は警告と捉えます。ね。警告と捉えます。神様の許可の中であったんです。ね。一番いい服を頼むと言ったら与えられた。一番いい服をと頼んだら与えられた。自然災害は、それは人間の力ではないわけです。神様の許可の中で全てが行われています。IS の声明で日本の全ての国民が標的だと言われていますが、日本全土がイエス様のお力で守られるようになります。アメン。アメン。まさにですね、テロに勝つためにはイエス様が必要なんです。ね。テロに勝つためには、つまりサタンに勝つためにはイエス様が必要なんです。あ、皆さん。今世界中でテロ、世界中はテロで怯えています。ね。世界中がテロで怯えてます。日本はまだまだ、脅されていませんけど、世界中がテロで怯えています。その意味の一つはですね、テロに勝つにはイエス様が必要だということです。ね。その、テロは強制ですよね、強制。暴力です、暴力。その、悪魔の力に対して勝てるのは、イエス様だということですね。皆さん、その神様が今テロを世界に与えているのは、イエス・キリストに頼りなさい。イエス・キリストに頼ることが、ね、テロの解決なんだということですね。テロの解決。じゃあ皆さんちょっと言ってください。ね、言ってください。イエス様はテロの解決。言ってください。イエス様はテロの解決。イエス様はテロの解決。イエス様はテロの解決です。皆さん、テロに解決があります。テロに解決があります、ね。イエス様がテロの解決です。イエス様がテロの解決です。皆さん、ぜひそのように考えてください。なぜテロがあるのか。それは神様が、ね、イエス・キリストがその解決なんだ。イエス・キリストを信じることによってテロに勝てるんだ。人間はテロに勝てない。人間はテロに勝てないんです。十字架だけが初めてテロに勝てるんですね。十字架だけが初めてテロに勝てます。ですから、皆さん、テロはですね、イエス・キリストを信じなさい。イエス・キリストを信じなさいということこそ、ね、その、今テロがある理由なんです。今テロがある理由。ルシファーと縁を切りました。エノクさん。ルシファーと縁を切りました。子供があなたの放送に釘付けです。アメン。アメン。子供があなたの放送に釘付けです。皆さん、真理を学ぶことは素晴らしいんです。霊的に生まれ変わりました。真理を学ぶことは素晴らしいんですね。私たちは、その真理を学んで、その希望を持ちましょう。テロを撲滅するためにはイエス様が必要です。
テロを撲滅させるには、イエス様が必要なんです。日本を民主主義の国にするためには、イエス様が必要です。日本を民主主義にするためには、世界を民主主義にするためには、イエス様が必要なんです。皆さん、本当の自由がわかりましたか？本当の自由。それは神の愛です。神の愛が本当の自由なんです。神の愛が本当の自由。肉の自由は本当の自由ではありません。肉の自由は貪りで偶像崇拝です。神の愛が本当の自由。私たちは人の自由意志を尊重します。人の自由意志を尊重します。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、わかった。本当の自由がわかった。この世は強制なんだ。強制の世の中で、私たちは神の愛という本当の自由を持たなければならないんだ。そして本当の自由を与えなければならないんだ。本当の自由を与えなければならないんだ。今日の放送を聞いて、わかった。真理がわかった。イエス・キリストを信じて、本当の自由の生き方をしよう。本当の自由の生き方をしようと思う方、アメンと言ってください。アメン。本当の自由の生き方をしたい人、アメン。アメン。自由な人生。自由な人生。自由な心。恐れから自由。心配から自由。脅しから自由。生活苦から自由。サタンから自由。罪から自由。皆さん、奴隷になる必要はないのです。奴隷にならないで、神の奴隷になりましょう。そして自由の生き方をしましょう。自由な生き方をするのです。イエス・キリストに会って自由になれます。自由になれます。皆さん、本当の自由。本当の自由を、皆さん、ゲットしましょう。本当の自由をゲットするのです。それでは、信じたい方、アメンと言いましたか？アメンと言いましたか？天のお父様、感謝します。多くの人は、悪魔に強制されています。互いに強制されています。私たちは本当の自由が必要です。どうぞ、アーメンと言った方々が、本当の自由の、世界、神の国に入って、自由な生き方、自由な世界の中で生きることができますように、イエス・キリストを信じて、悪魔から自由にしてください。罪から自由にしてください。自由な人生が始まります。本当の自由。自由な人生が始まりますように。イエス様、祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。ハレルヤ。アーメン。皆さん、これから本当の自由ですよ。これから本当の自由。そして皆さんは、周りの人に自由を与えてください。周りの人の自由意志を尊重してください。コーヒーがいいですか？紅茶がいいですか？皆さん、強制してはいけません。脅してはいけません。ね。強制してはいけません。脅してはいけません。暴力、暴言ダメです。ブーですね。暴力ブー、暴言ブー、ね、愛のある、愛と自由のある人格、ね、愛と自由のある態度、愛と自由のある家庭、愛と自由のある人生、皆さん、送りましょう。求めましょう。学びましょう。ありがとうございました。それでは、また、今晩8時、来てください。今晩8時。
お会いしましょう。今日も素晴らしい一日を送りましょう。愛と自由のある一日、愛と自由のある一日を、送りましょう。それでは、シャローム。シャローム。シャローム。